映ってますか。皆さん新年明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。えー、今日は一月十一日、一流万倍日と天社日ですね。今日は大開運日ということで、何かを始めるのにとっても素晴らしい日なんですね。で、私は今日の日に新春初の フェイスブックライブをしようと思って今日の日を楽しみにしてました皆さん今年もどうぞよろしくお願いしますはい、えー。今日ですね、えー、特に、えー、天赦日ですけれども、えー、日本のあの暦、ー、の上でも最高吉日日,日になってますすべての神様が天におり天が万物を許す日 とととされれてててここの日に始めたことはすすすべ成功すると言われてます、えー、私ですね、えー、新春初売りでパソコンを買いに行ったんですけれども、今日新しいパソコンで初めての Facebook ライブを始めようと思ってやってます。えー、特にですね、えー、今日一流万倍日と重なる日ですので、一流万倍日っていうのは、一粒のもみが、えー、種がですね、こう、 芽生えて何倍にもなって帰ってくる日で今日始めたことはすごく身になって自分に帰ってくる日ということです今日ですね皆さん何か自分にとってこういいものをですねこう種として植えて発信していかれると自分にたくさんいいことが降り注いでやってくると思いますえー、そしてですね最強最高の開運日 ということでえ、1年にですね。何度もない貴重な開運日なんですね。あと今日ですね。もう一つですね。木のエネの日なんですよ。木のエネって言うとこう。甲子園の甲子っていう字を書いて木のエネって読むんですね。これは財運とか商売繁盛とかに繋がってくる日でもあります。なので、今日は転写日と。 一日日日と日のえねの日このトリプルすすごい日なんですよこれはもう神様の素晴らしいギフトとしか思えない日ですので今日ですねあのこれまでにやりたかったこととか諦めてしまったこと、うんまあ、そういうことにですねあの再チャレンジしたりとかあの欲しかったけど 遠慮しててたたももののを買っっりすするのにとといいい日だと思います、えー、実はですね、えー、昨日、息子が成人式を迎えました。次男なんですけれども、えー、そうですね、次男はこう生まれてくる時のエピソードがございまして、えー、長男がですね、えー、3つ上に長男がいるんですけれども、長男が2歳の時に、 お母さん弟がやってくるよって教えてくれたんですね。でそれから1ヶ月後に私は妊娠をこう妊娠してるのが分かったんです。そしてえ男の子って、まあ、長男2歳の長男が教えてくれてたので本当に、えー、妊娠、まあ、56ヶ月目にちんちんがついてるこう映像に映って男の子だっていうのが分かりました。 あと、妊娠8ヶ月目に、こう肌感冒でこう目のくるくるっとこう可愛い赤ちゃんの夢を見たんですね。で、生まれてきた顔がですね、その次男だったんですよ。で、えー、その2歳の長男が、愛、えー、ちゃん、愛ちゃんって言ってたんですね。 愛ちゃんって言ってこう、お空に向かって、愛ちゃん、シャーンって、愛ちゃん、愛ち,ちゃんってよく喋って、たまに壁に向かっても、愛ちゃん、愛ちゃんって喋ってたんですけれども、私、妊娠3か月目にこう、ちょっと、まあ、スピリチュアルな話になるんですけれども、お腹の中にこう入ってきたのがこう分かったんですね、こうあ今、今ちょっと、新しい命が入ってきたっていうのが。 分かった感じでそしたらですねその2歳の長男がお腹に向かってその日から愛愛ちゃん愛ちゃゃんんんって喋り始めたんですよなのでそうですね長男がこう言うことがですねこう私たち夫婦はすごく信憑性もあって、まあ、この子が言うのはこう本当だろうと思ってですね、えー「愛ちゃんは海の日に生まれてくるよ」って教えてくれてたんですよ。 えー、海の日の朝10時半ちょっと過ぎに生まれてくるよって教えてくれてたので、えー、私たちはもうそれを信じて、えー、それまでに私はあの入院の道具とかと主人は海の日にもう休みを取っててそしたらそうですね海の日の前日私は妊婦健診の9ヶ月あの9週目あそうですね えと妊婦検診の9週目だったんですけれども、えー、そうですね先生は大丈夫と言ったんですがその帰りがけやっぱり陣痛が起こってきたんですよそしたらその陣痛の感覚が早くなってで妊娠あの入院ということになったんですけれどもでまあその分娩台に、まあ、私より2人 ですね、早く上がってらっしゃった方を追い越して私は長男の教えてくれた通り、えー、海の日の午前10時35分に、えー、次男を出産することができましたねえだからそうですねで生まれてきた、えー、赤ちゃんを長男が「愛とくん」って名付けてくれたんですねで「愛ボる」っていう字なんですけれども 「愛のぼる」っていう字をどうしてなのって長男に聞いたら愛ちゃんが「愛のぼる」ってつけてって教えてくれたので「愛のぼる」っていう「愛と」っていう名前を長男が、えー、つけて名付け親になってくれました、えー、ちょっとねなんかそんなエピソードがあるんですけれどもそんな 次男も昨日二十歳を迎えまして、で今日ですね、えー、これまで欲しかったものを買った方がいい,い,い日って言われたんですけれども、えー、私はですね、次男に成人式のプレゼント、私とお揃いのパソコンをプレゼントしたんですけれども、次男がですね、私にもプレゼントしたいって言ってくれたんですね。で今日はちょっとそれをご披露します。なんとなんと私、今日ですね、あのー 自分が欲しかったものを、えー、買う日に決めてたんですけれども、次男が買ってくれたので、今日からこれを使い始めようかなって思ってます。なんとなんと、この白いコーヒーカップなんです。見えますかこんな感じですけれども、それがこちらの、見えますか これとお揃いでしかもですね、主人のもプレゼントしてくれたんですよ。<laughs> 私は、あの、マイセんの食器がすごい好きで、それに似た食器をね、プレゼントしてくれて、とっても楽しみです。今日はこれから、これでコーヒーを飲もうと思ってます。えー、皆さんもです、ね、今日ですすねね今日 いろんなですね、こう今までできなかったこととかやりたかったことをですね、挑戦して見られて、今日はとってもいい日にしていただきたいなと思ってます。私もですね、こうやってフェイスブックライブをですね、あの無事することができて、あ良かったなと思ってます。これからね、それがどん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 発展していって、えー、皆さんにもですね、応援していただけたらなと思ってます。じゃあまたお会いしましょう。